都内にもあった地方国公立バラマキ私立高校。東京都内、下手すりゃ首都圏のそれなりに学力の高い高校は地方国公立大学なんて全然行きません。が、そうじゃない学校が見つかりました。これは珍しい。ということでご紹介します。品川区の法有学院高校。まあ、いわゆる受験偏差値は高い方の高校です。トップではない。で、まあ、 東京じゃあみんな知ってるんでしょうけど、地方の人は誰も知らない学校だと思います。で、ここがですね、地方国公立にかなり熱心に挑戦させてる高校なんで、これはですね、ぜひとも参考にしたいと。北大7人、東北大3人、で、あと半大9大で、首都圏国公立ですが、つくば、千葉、東京医科し科、一橋4人、お茶場4人、なかなか優秀ですね。東京芸大、電通4人。 東京外大2人、東高大、横国4人、東京海洋、東京農工とですね、まああの、しっかり首都圏の国立大を受かっているとで。あとはきちんと地方、秋田、茨城、宇都宮、群馬、新潟、信州、静岡、えー、鳥取、広島、すみません、神戸大も1人いました。というふうに、こういう感じで地方国公立に受かってくる高校って結構少ないんですよ。有名私立入れたら満足しちゃってその 秋田や鳥取、普通は行かないですね。なので、僕はこういう地方国公立に熱心に行く高校は僕は好きです。はい、応援したい。公立大大学校、えー、防衛大防衛医科大にも受かってます。あとは国立看護大学校を受かってます。これ、狙ってくるのなかなか濃ゆいですね、えー。都立大は8人、横浜市大は6人ですが、えー、富山県立とかですね、茨城県立医療とかね、あの狙ってくるあたりがかなり濃い。 福島県立医科大は医学部でしょうか、えー、工学力層の高校なので、有名次第はガンガン受かります、えー。これは合格であって入学ではないので、1人でたくさん受かっているというのは可能性はあるというのは触れておきますが、早稲田に52人、そして慶応は10人、地元なのに、近いのに、慶応のハードルは高いんでしょうか、えー、上智理科大も50人以上受かっている。最も多いのが明治と法政ですなので まあ、マーチは受かって当たり前っていう高校なんでしょうね。マーチは受かって当たり前、早稲田、上智、理科大はみんな行きたい。慶応は手が届かない。っていう学校って、普通、この進学実績で満足する東京の私立の高校、山のようにある中で、このきっちり地方国公立出してくるっていうのは、本当に貴重。で、まあ、あとはこのように。 有名次第がどん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 と来るわけですけれども、えー、面白いのがですねカンカン同率に全部受かってるはいあのー、何でしょうね面白いなと思いましたあとは他の動画で津田塾や日本女子の評価が下がっていると触れたんですけど面白いことにこの学校では津田塾とんじょポンじょ昭和女子というのは名門女子大グループとし,として高く評価されてるんですね高校から見た大学の評価っていうのは高校ごとに全然違うことが分かります あとは、まあ、酪農学園行ったり、岩手医科大行ったり、なかなかユニークですね、ここ。で、じゃあ、地方に行ってるのは医学部ばっかなんじゃないのと思ったんですけど、北公立医学部4人、私立医学部9人。ということで、そう、医学部だから地方へ飛ぶっていうわけじゃなく、ちゃんと地方で学びたくて地方に行ってるのかなっていう感じはしました。ということで、私からのお願いです。名古屋がすっぽ抜けてます。 名古屋大、名古屋工業大受けてください。この高校のランクだったら毎年絶対受かります。それと、獣医学部と薬学部が、えー、私立ばっかなんで、地方国公立受けてください。それと、埼玉大ゼロは寂しすぎる。あとはですね、いわゆる9、6医大グループ、新潟はいたんで、岡山とか熊本もいいよと私は思いました。さらに、北大、東北大、阪大、旧大に、えー、筑波一橋、お茶所、電通受かってる。 もう、ここだったら、おそらく、東大の推薦はいけると思います。今年、東京大学の推薦は、えー、首都圏のトップじゃない高校、女子校とかの初合格みたいなのが結構出てて、この高校だったら、東大の推薦はいけると思う。ぜひとも挑戦してください。ということで、私としては、東京、首都圏の こういいった学力の高い高校にぜひですね、理系と医学部だけでも全国の優れた国立大学を目指してもらえないかという感じでこういう高校は個人的には応援したいと思っています。